今日はあいにくの雨の模様で本当に人でもポツポツと本当に悲しいではありますけれども、あのご愛顧くださいまして本当に誠にありがとうございます。皆さんのおかげをもしましてですね、平塚市場の年々いい方向に向かっていっております。生産社会としても皆様の要望に応えるために毎朝5時から起きまして、いろんな野菜を、今日もですね、寒い雨の中を一生懸命頑張って野菜を出しておりますので、毎日毎日買っていただきますようよろしくお願いします。今日は餅つき大会ということですね。去年 の健康を感謝して、また今年のね、無病息災、家庭安全案内をね、祈願しましてね、力強く餅つき大会を行っていきたいと思っております。おいしくお食事もして頑張りましょう。餅つき、今日はもち米20キロで準備してありますので、たくさん食べてまたお土産を持ってください。それでは餅つき大会開会します、はい。